自然に目が覚めた感じだから。髪の毛汗ばんでない？そっか、今は冬だもんね。夏のつもりになっちった。お風呂入ってないけど体大丈夫かな？平気みたいだね。女の子ですから。夢、楽しかったね。あんなに楽しいことなかなかないんじゃないかな、他の人と比べても。だから私恵まれてるんだよ、きっと。好きな男の子もできたし、楽しい思い出もできた。あとは悲しい方向の思い出かな。いろんなことが経験できれば、私の戦闘力もっとアップするはずだし。倒れるときは前のめりが心情ですから。どうしよう。初めて。初めて京介くんの方からキスしてくれたね。私も胸が苦しくてたまらないけど、でも体
がくっつくだけなのに、どうしてこんなに頭の中がパンクしそうになるんだろうね。好き。ねえ、髪撫でて。ふわするよ。なんか変だよね、私たち。どうしようって、どうしよう。そうだね、夢から覚めたのにこれも夢みたいだもん。なんだかあれみたいだね。山小屋を見つけるが、そこには毛布が1枚しかない。急接近する2人みたいな。でもいまいち雰囲気が足りないよね。燃やしてみよっか。じゃあせめて窓開けようか。やっぱり自分が主導権握ってると余裕あるんだけど、京介くんからキスされた時すごくドキドキして、そうだね、もっともっとドキドキしようか。京介くん、どうしちゃったんだろう。京介くんのことが泣きたいくらいに愛おしいよ。けど、こんな時間に商店街行くの初めてかな。京介くんさ、私たち
同棲しよっか。いや、あたしんち他には誰もいないでしょ。だから、あ、結婚でもいいよ。かな。現実的な意見。とにかく今日は一日一緒にいようね。サンデーは礼儀正しい猫だからちゃんと席外してくれたから。うん、本当だよ。どこだろうね。私も微妙に覚えてないんだよね。京介くん、どうにもならないんだよ。摂理は摂理だから。じゃあこれだけ。この世界はね、京介くんの思いではできていないから。さあ早くコンビニ行こう。お腹グーグーいっちゃいそう。店員さんがくれたの。何それ。うーん、じゃちょっとやってみるね。
し、今もらってきちゃうね。ごめん。けどこうしてずっと待っていたんだから、そんなに薄情でもないでしょ。